お疲れしたよね。あ、そうだ。見なきゃいけないんだった。これ見て終わろうかな。なんか俺の話が出てるらしい。ゼータ鉄拳部。カズヤの話つい、出るからカズヤの話。はじめまして、新しく鉄拳部門に加入した鉄拳歴20年のダブルです。よろしくお願いします。カズヤ使いのケイスケです。よろしくお願いします。カズヤツ系の T です。格闘ゲームじゃ若手25歳渡辺です。よろしくお願いします。25で若手なの？さっきまでちょっと潜在写真とか撮ってたけど、マジでこんなに写真撮られること今までなかったから。25で若手か。ケイスケのすごかったロボットみたいなやつ。いやもうカクカクですよ。はいはい、熊村ジジイ。ジジイはないだろ。俺まだ若いだろ。まあでもジジイはモデルファンみたいな感じでやりきりました ね、僕は、うん、そんな話はやめよう。まあケイスケからちょっと紹介していくと、ケイスケはその鉄拳のキャラクターでカズヤっていうキャラクターがいるんですけど、そのカズヤの下馬評ではもう世界一と呼ばれているプレイヤーですね。いや世界一じゃないな、俺多分リドレスが世界一だな。ファンも多いですし、リドレスか。じゃあちょっと頑張ってほしいっていう思いはあったからこうやって一緒にチームになれて本当に嬉しい。渡辺くんなんですけど、もう一言で言うと花がある、僕のイメージですけど。ありがとうございます、うん、花しかない。まるでティーパックマンのように。あ、もう知り合ったのは結構最近だね。このエロいキャラ。そうです。ちょっと待って、なんかね、何このエロいキャラ。エリザなんていなくない？エイトに知り合ったのは最近だけど、なんかもう初見で話した感じから真面目に可能性の塊だな。真面目に見なきゃ。印象があります。ありがとうございます。真面目、はい、もう僕の渡辺くんのイメージはそんな感じですけど、あとはちょっと鉄拳7の話になっちゃうんですけど、鉄拳7の時にエリザというキャラクターを使っていまして、はい、そこでいないよ、ね、ジャパンの最終年の2023年でトップ4位、はい、4位に入ったプレイヤーでも実力もとても強いプレイヤーなんですけど、なんと鉄拳8にエリザがちょっといないということで、はい、また出直しというか、もう1からエリザから脱却して、なんかさ、スマブラはさ、例えば4から SP になったら別にマリオもさ別キャラになるけどさ、鉄拳って普通に同じような操作感で動かせるんだよね。新キャラクターのアズセナというキャラクターをメインで使っていて、うん、っていう感じなんで、これからちょっと経験を積み重ねてこれからに期待してますね。もう可能性の塊なんで。ありがとうございます。新作になると、はい、いっぱい経験積んで使えて変わるからな。はい、ありがとうございます。逆にお二人的に俺はどんな感情イメージ持たれてるのかな、ちょっと気になるな。そうですね、完全にまあ陽キャ、陽キャなイメージありますけどね。カズヤもう技が1個追加されただけで似たような感じらしい。っていうのがもうめっちゃ似合うなってほど、もう完全に敵の選手を置き去りにするスピード感で鉄拳をしていて。ありがとうございます。シンプルにかっこいいっす。あたす。ありがとうございます。マブラ SP でマジで変わんなかったなってやつ。相手にプレッシャーを与えて。スマブラ勢そうだからさ、あんま分かんないのよね。同じだみたいな。パックマンとか魔改造されすぎなんだよ。本当にスピードスターが似合う男っていう感じな印象ですね。新作パックマンいなくなったらとかじゃなくてさ、はい、新作パックマンいてもにこやかで変わってる可能性あるから、ね、イカチンとか言ったりしてそれがめちゃめちゃ好きですね。ありがとうございます。イカチン連発しないじゃん。イカチン連発しとけば4から変わったし、ね、パックマン感じですね。確かにディリーコーデとかさ、多分僕めちゃめちゃ大阪なんですよ。とんでもなく弱くされてる。これからそう2人と回ったり、そのいろんな人と関わりあると思うんですけど、うん、めちゃめちゃ関西弁出まくると思うんですけど。あ、いいんじゃない、うん、大丈夫ですか。多分大丈夫。逆に染めちゃってほしい。ちょっとプロ、ここのここに入る前の話になるんですけど、はい、僕はプロ歴6年、6年愛してる、6年プロけど、その結果を出さなきゃっていうプレッシャーがとてもしんどくて。てかさ、鉄拳、そこで鉄拳詳しい人いる？この3人って、まあ、強いんだろうけど、どんぐらい強いか分かる？スマ勢っていうと誰？この3人。ティアコーラガクト。俺言うて4年だな、2020年のフロストバイトからだから。結構、いかついメンツの中、はい、優勝してましたよね。優勝してました。優勝？すごかった。で、それで。いや、なんかさ、鉄拳、格ゲーストリートファイターもそうなんだけど、なんかランキングないらしいね。スマブラにありがちな日本ランキングとかないらしい、普通に。どうやら、はい、ないらしいです。だよね。渡辺くんとケイス君も実は入れたいと思っていますという話になります。だから本当に大会の、直近の大会の結果見て、ほんほんほんってなるらしい、普通に。そこの頃 PGR あったけど大不評だ。なんで
なんで？いやだからこれそう、この格ゲーの評価方式スパーゴ不利なんだよね。いや嬉しいですね、そうやって。らしいですよ、らしいですよ、キズ。なんで名前上げてくれてるんですか。めちゃめちゃ嬉しい。スパーゴ不利の評価軸。いいんですかみたいな。僕がリーダーで引っ張っていけるならと。うん。一流だもんね、プロ歴6年って。君たち2人が。F みたいな極端に権威の高い大会がある。いやでもさ、スマ勢的にはさ、わかんないよ。スマ勢はさ、もうトナメが安定しないってもう分かってるじゃん。もう安定してるやつがいるからあれなんだけど、しないじゃん。格ゲーって安定すんの、トナメ。普通にそんな感じだったらわかるけど。スマ村はもう1個の大会で決めらんないから、つってランキング作ってるけど。ストリートファイターはカプコンカップ勝ったやつが一番強いとされるからじゃない？そういうのスマ勢的に違うんよな。大会開けば開くほど違うやつ優勝するからさ、格ゲーの方が安定しないらしい。なんかじゃ大丈夫、ランキング作んなくて。行きたいなと思った、一緒に打った方がよくない？それだったらプロゲーマーもう一回チャレンジしようかな。スマブラの方が安定、スマブラって安定するって言われるんだ。ありがとうございますですね、これは。いやしない、嬉しいですね。この会話でしない方だと思ってたらいいんだけど。どんな感じの経緯だったのかちょっと聞いてもいいかい？はい、僕はまあ TWT 始まったんですけど、 T の話行きたかと思った。金銭面的にも T の話まだ世界とか来たんですよ。確かにチーム加入の経緯で T さん、 T さん、 T カズヤがおかしいな。頑張っていこうみたいな感じで思ってたところに、出る俺の話この感じで連絡が来まして、うん、連絡は来るだろう、チームに興味がないかみたいな。連絡来て入るから、連絡が来てそこからまあ話が進んでいって、うん、名前を聞いたらちょっと顎が外れそうになりましたね。こんえそらそうっすよね、めちゃくちゃ有名やんここみたいな、うん、いいんですか僕で。だって俺たちはこのスポンサーを背負ってること自体が恐ろしいよな。ちょっとね、震え上がりますね、たら、うん、おもかわしいよな。そうなんですよ。まあ、そういった あの T がいるデータに俺もついそっち側になったの、いただくことになりまして、うん、めちゃめちゃ年上だけどこの人だし、まあ、僕自身も、まあ、ずっとカズヤ使ってるんですけど、カズヤ、僕のカズヤを世界で見せれる大チャンスだと思ってるんで、本気で頑張りたいと思います。はい。じゃあ渡辺君はゼータ入ったらカズヤ見せれる世界にチームに入ることになったのかな。そうですね、僕も結構もう急な話にはなるんですけど、うんうんうん、その2023の、エボジャパンで、4位そうだねになって、うん、4位になって、うん、でそこで、いろんな何でしょう、出演エボジャパン4位やったり、うんうん、そのまあ今もお世話になっているプロデューサーの方から、うん、まあ、今回その時に、チームに入りたいって言ってたけど今も気持ち変わってないのっていうのが、プロデューサーの方って言った、で入りたいですっていう話をして、もうそこから名前聞いたら、そうですよね。名前聞いたらこれはまだもうでかい、どでかいチームだったんで、もうそれはもうこんな話来るのもなかなかないんで、合いますってなったらもう入る一本で考えて、よくわかんないな。もう最近までずっと仕事をしてたんですけど、それも伝えて、で TWT がとりあえず半年、10月ぐらいまではあると思うんで、ここで出んの？そうなりますっていうのを社長に話したら、もうこれ？俺の名前って、もう心よく受け入れてくれて、確かに TWT ってめっちゃ出るからでかい大会なんだろうな。それでダメだった時に心残りがあるんじゃないかっていうのをすごい言われて、うんうん、でそうなったらもうやりきって、ダメだったらもう全然帰ってきていいと。おー、はい、いい社長さん、素晴らしいね、はい、ただもうやりきらないとほんまに不完全燃焼で終わるのも、もう会社に、それで会社に戻られてもこっちとしても痛いと、うんうん、なんでもうできる限りやってこいってもう送り出してくれたんで。なるほどね、はい、ええやん。なんでもうそこで決心がついて、今回ゼータディビジョンさんに入ることになりました。いいね、鉄拳のワールドツアーなんだ。鉄拳の SWT なんだ。ああ、なんか伝わるよ。いい感じ、いい感じ。ありがとうございます。実はスマブラ部門、T 選手と同じ。あ、急に来た。あ、急に来た。急に来た。急に来た。ちょ、待って。急に来た。急に来た。なんで？急にそんな予兆あった？出ないんで大丈夫ですよ。上げとく。予兆なかったね。実はスマブラ部門、T 選手に詳しい。
キュウスケ選手の話とかちょっと聞いていいですか。 T 選手って T 選手デビジョンの、そうですよ、あのことですよね。世界の風扱いの、世界の T、 そうなの、世界の風扱い、お世界の風やいたんですか、世界の風扱いが。そうですね、まあ僕と一緒ぐらいなの。マジかよ。あの T と一緒。あの T さんってメインキャラカズヤなの。そう、カズヤ使ってて。マジか。そう、この前の、うん、あの鉄拳のイベントの鉄祭り、はいはいはい、の時もしてて。あ、いたね、いました、そうそう、いたな、確かに。それでね、初めてであんな財布出るのみたいな。キレキレでしたもんね。そう、キレキレでした。キレキレで、しかも開けコンだったのかな。いや、そんな褒められても、コントローラーかわかんないんですけど、照れるな。がすごいんですよね。なるほど。やっぱ世界の T さん、世界の風扱いは別のゲームやってもシャッキシャキに財布出るんだって。いや、そんなもちろん褒めてもらったら困りますよね。あと余裕っすよね。褒めましたね。いや、あれは本当にすごかったです。まあ、いやー、まあ、困っちゃうな。世界一も納得の。そう、はい、あんな簡単なことして褒められるんだ。うひょー、 T 様ですね。なるほど。 T 様結構でも納得の、そう、はい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 、 T 様ですね。なるほどね。結構世界一も納得の、そう、はいはいはい、T 様ですね。結構ね、やっぱ基本的にスマブラって俺アナログのイメージがあるけど、はい、アナログで出せるのもそもそもめちゃくちゃすごいし、いや、そうなんですよね。どうやってあんな、ね、アナログでしてしてるのみたいな。あ、ちょっと本当にこれ申し訳ないんですけど、普通にレバーレスでやってました。本当にすみません、アナログで出せませんでした。すみません。確かに結構きついよね。いや、すごいですね。ここだけの話、レバーレスでやってるけど、アナログで出してるってことにしよっかな。ケイスケさんの風やミラーマッチみたいですけど。いや、もう全然ね、やっぱあの終点の方でやらせてもらいますよ。ああ、もちろん大のないステージで。さすがに鉄拳で。鉄拳の話？鉄拳の話これ。え？スマブラの話だよねこれね。やっぱこれカズヤってスマブラのキャラですよね。スマブラから参戦した、鉄拳参戦したって聞いてるけど。見たいですけどね、それは。こっちの土俵だよね。世界一決めましょうよ。こっち行くから。いや、全然終点でやりますよ。やばいな。お願いします、お願いします。そう、機会があればお互い教え合ったりとか。そうですね、したいよね。せっかく同じチームに入らせてもらったんで。そうだね、はい、確かに。あ、そうだ、俺普通にカズヤ教えてあの教えてカズヤ教えてもらう人探してるの今。なんかあの頼んだ、ごまっすっといて。そうそうです、確かに確かに。いそうじゃん。いや、いいね。はい、あ、そういう関わりとかもやっぱちょっと楽しみ。ちょっと照れるな、あの T、 各いろんな部門のあの T 様の方いるわけだから、はい、俺たちも存在感出して、うん、コラボとかしたいよね、できれば。はい、そうですね、うん、とても楽しみです、うん、じゃあもういろいろ話したところに終点で待ってます。締めに入りますか。はい、はい、じゃあ今後の目標の話をしていきましょう。そうですね、とりあえず今は TWT T ワールドツアー期間中ということで、まあ世界大会に向けてポイントを集めていくと、まあ、ポイント形式なんだ。並行してサウジアラビアの e スポーツワールドカップの招待枠をかけた大会も各地で行われているので、サウジって賞金やばいよね。それでね、引っかかればね、賞金やばいのかな、鉄拳もわけですし、うん、もうまあゼータさんに恩返しもしたいですし、うん、これからお世話になっていきますけど、確かに指名で T の話だいぶしてなかった。その名前を売れれば4分の1ぐらい T の話だね、今度は。って思ってもらえると思うんで、そういう意味で頑張っていきたいと思います。賞金1億頑張れちょっとね、やっぱこっちもね、やっぱごますっていやー、どこ行きます焼肉。ちょっとね、やっぱ叙々苑の方ね、美味しい店知ってるんで行きましょうよ。ああ、まあ一番最初にまずあのサウジアラビアで開催される e スポーツワールドカップに向けて、まずその切符を何としてでも、切符がいるんだ、入手したいです、ね、ワールドカップ、はい、まあそうか、うん、みんなで行けるように頑張っていきたいと思いますね。頑張ろうな、頑張りましょう、本当に頑張ってほしい。え、ちなみにダブルさんは目標ありますか。僕はですね、まあやっぱり頑張ってジョジョ園とか、そういうあのケイスケと渡辺くんと違った視点で言えば、まあ頑張りさ、ちょっと俺は会ったことないからさちょっと難しいわ勝ち負けはまあもちろん大事だけど、そこよりもプロの世界って、はい、ケイスケと渡辺は初めてだと思うけど、俺個人的には辛いことの方が多かったのよ、うん、切磋琢磨して、はい、お互い協力して、で実力も高め合って、最終的には
まあ、俺たち3人でいやこのチームに入ってよかったなって思えるのが俺の理想。素敵やん。そうですね、うんうん、ああこいつは取ってよかったなって思ってもらえるのがもう僕の目標です。さすがリーダーですね。いややっぱそういうことが違います。なんか染みますね、うん、まあこの先で6年やってんだもんね。頑張っていきますので皆さんこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。おお。いやでも鉄拳熱いよね。スマブランプのリーダーリーダー誰なんだろうリーダーそういうのないな。スマブラ部門に一番プロ歴長いの俺になっちゃうな。前のチーム2年半やってたしね。俺もしかして俺なのか一番ちゃんとしなきゃいけないのリーダー名乗っていくか。ああ、じゃあまずリーダーに徐々に怒れな